どうもこんにちは、フォーです。今回は PC 版ファークライ2をやっていきたいなと思います。こちらのゲームは以前からちょっとねちょくちょくと実況していたんですけど、今回からまた再開したいなと思います。さてということで、特にあれなんですけどね、ちょっと最初からになってしまいますが、よろしくお願いいたします。さてではちょっとやっていきましょうかね。難易度はどうしましょうかね。ノーマルで、ちなみに僕はプレイステーション3版でノーマルはクリアしております。クリアまで遊んだことがあります。 PC 版はまだ全クリまでは行っておりませんが、ちょっとノーマルだと少し簡単すぎたような感じがしたので、ハードにしてやっていきたいなと思います。でそしてハードコアにすると、確かねバディっていうゲームを進めていくと味方が増えていくんですが、その味方もハードコアだと裏切るようになるみたいですね。なかなか面白そうな感じなんですけど、いやーハードにしようかな、ハードコアにしようかな、ハードコアでやっていきましょうかどうせならハードコアでやっていきたいと思います。でキャラクターはこんな感じで選ぶことができますね。まあちょっとね日本語のフォントが少し小さいので、スマートフォンで見てる方は見えづらいと思いますけど、そこら辺はご了承ください。好きなキャラ選べるんで、まあ、僕はいつもこちらのキャラクター選んでますね。アルジェリア人の身長5フィート9センチ、9インチですね5フィート何センチか分かりませんけど、結構背が高そうですね。で経歴は元海軍少佐、その後海事暴動対策に従事、 UAE って確かあれですよね、どこだっけどこだっけ、忘れちゃったけど中東ですよね。不動産ブローカーや海上輸送セキュリティコンサルタントをしていたというみたいで、なかなか強そうだし見かけもいい感じ髪はブラックで目の色はブラウンらしいですね。38歳、結構年を取ってますけど、みんなそんな感じですね。まあ私はこちらのキャラクターでやっていきたいと思います。さてこちらのゲームはね、知らない方に説明するとして、まあアフリカに行くんですね。まあ、こんな感じで、ここは空港ですね。空港といってもまあそんなね貧乏な国なんでこの程度の空港ですが、まあ空港に来て、まあこの国のアフリカなんですけどね、アフリカに来て、どこだ、飛行機が飛んでるみたいなんですけど、ああいたね、あんな感じの飛行機で僕も来たんですけどね。まあ、この国に何しに来たかっていうと、私は傭兵なんですが、ある武器商人がいまして、ジャッカルっていう名前なんですけどね、その男を始末するっていうのが今回の私の目標ですね。主人公がこの国に来た、まあ、今このアフリカのこの国にはなんか2つの勢力があって、まあ2つの勢力があってね、その2つの勢力に武器を供給しているのがジャッカルっていう人なんですね。まあそいつをぶっ殺して2つの勢力が戦争しないようにしようっていうね、そういう目的でなんか僕が傭兵としてなんか他の会社に雇われて、ジャッカルを殺せってね言われてるんですが、まあ僕はそのためにアフリカに来てます。さてということで、ちょっと待ってくださいね。一応モッド入れたんですけどね、モッドっていうとなんかスイートFX っていう PC 版だけのモッドで、それ入れるとなんか画質が良くなるっていうモッドなんですけど、今回なぜか反映されてませんね。はい、反映されてませんので、まあデフォルトのままでやっていきたいなと思います。あと皆さんもPC 版でやる方は気をつけてほしいのが、SLI って言ってグラフィックボードを2つつけてね遊んでる方もいると思うんですけど、それだとねなぜか
起動しませんでしたね。画面がブラックアウトしてしまって起動しなくなったので、本当に皆さんもね、 SLI で遊んでる方は一度 SLI を解除してから遊ぶことをお勧めします。私もそうしてますね。そうじゃないとね、なぜかね画面がつかないんですね。まあ、そういう不具合があるので、皆さんもこのゲーム買うときは気をつけた方がいいですね。さあ、ということで、なんか検問所に着きましたけど、っていうかね、あれですよね、 PC 版は本当のテキストがめちゃめちゃちっちゃいし見づらいですね。ちょっと申し訳ございませんね。まあ重要な部分は僕が喋っていきたいと思いますので、まあ特に今のところね、なんか重要なことはありませんね。さあ、ということで、ちょっとビールを持ってくるから通してくれと言ってましたね。そういう感じです。ちなみにプレイステーション3版と Xbox 360版は日本語化されてますね。完全日本語化されてるので、日本語音声で遊びますね。まあ、PC 版は残念ながら日本語化は全くされていませんので、自分でなんか日本語化のファイルを持ってこないと日本語で遊ぶことができませんので、そこら辺もご注意ください。まあ簡単ですけどね、 PC 版の日本語化は。ただしね、このフォントがめちゃめちゃちっちゃいのと見づらいんでね、本当そこら辺が残念なんですけど残念なんですけどね。さて、ということで傭兵ですね。まあ外国人ですね、外国人の傭兵ですね。さてということで、これ民間人ですね。民間人かわからないけど。ちなみにこのゲームね、民間人が出てこないんですね。途中でゲームが始まってしまうと、なので非常にこのオープニングでしか民間人が出てこないので非常にレアな存在です、民間人は。ということで、主人公はちょっとねマラリアにかかってしまいますね。まあ、こういう感じでゲーム中もマラリアにかかってしまって、薬を飲まないとこの現象が収まらないとね、いう一時的に現象が収まりますね、薬を飲むと。さあ、ということで、かなり辛そうですね。さあ、ここがホテルですね。まあ、全然大したホテルじゃないんですけどね。まあ仕方がありません。まあお金持ちたちはもう戦争が始まるっていうことを察知して、まあ飛行機とかでね逃げ出していますが、貧乏には逃げ出せずに残ってますね。まあそれの民間人を助けるミッションもありますのでお楽しみください。ということで、今ジャッカルが僕のスーツケース、アタッシュケースをね漁ってますね。あれがジャッカルですね、僕が殺す目標の対象ですね。You'll have to find something else to do with yourself now. What your old clients don't seem to understand is that they can't kill me. Do you understand what I'm saying? Nobody kills me. Nobody. I'm the one who decides who lives and who dies. Me. You know, there's a book I read a long time ago. Still think about it every day.
helps me understand life out here. The book talks about men, but what motivates them? Simple, really. A living being seeks above all else to discharge its strength. Life itself is will to power. Nothing else matters. So long. ということで、これがジャッカルでしたね。もう非常に素晴らしい名言でしたね。まあこんな感じでジャッカルかなりあのカリスマ性ありますよね。非常に話も面白いし、あのジャッカルのテープっていうのがあのなんかあのコレクションとしてありますので、そちらも集めていきたいと思います。おっと暴動が始まってますね。早速、いや本当にジャッカルはいいですね。話してる内容が素晴らしいと思います。さてということで、早速なんかねやってありますので、ちょっとここら辺はハンドガンしかないんですね。ハンドガンしかないので、で出るともうすでに戦闘が始まっていて、右と左あの選ぶことができますね。確かどっちに行ったらいいんでしょうかね。行く方向によってねあれなんですよね、最初のミッションの難易度が変わってますので、確かね思い出せないんですけど、まあいいか。どっちでもいいか。左の方が楽だったような気がするんですね、最初のミッションは。でちなみに、僕は出てしまうと攻撃されるので、まあ、ちょっと倒しながら行きましょうかね。さあ右側に行きましょうか。おお硬いな敵。ということでこれで終わりますね。そうだ言い忘れましたけどね、このゲームね敵がめちゃめちゃ硬いですね。アサルトライフルで10発ぐらい撃たれても平気で立ってますので。恐ろしいですね。防弾チョッキなしですからね。はい、ということで始まり、うおびっくりした。上から落ちてきたな、焦る。まあ SSD で何やってんの君。何やってんですか、何やってんですか。ということで治療のこのアニメーション最高ですね。何やってるの君。バグってるよ。ということでここで確かセーブができますね。で俺のために働けと言われてますね。さあということで、じゃあまあ行きましょうかね。あセーブしろとなってますね。まあセーブして続行しましょうか。さあということで左下にゲージがありますけど、これが体力ですね。ここに注射器があります。モルヒネみたいなやつがあって、それでちょっとね体力がなくなったら注射器で回復するということですね。はい、まあこんな感じでザスって血管破れそうですけどね。はい、ということで武器をもらっていきましょうか。この武器を取るアクションもなかなかいいですよね。残念ながらね、あのファークライツはあんまり人気がありませんでしたけどね、ゲームとしては。万人受けはしませんでしたけど、かなりあの私的には面白いゲームなのでやっていきたいなと思います。ちなみに私はファークライ2とファークライ3をやったことがありますね、経験としては。さあということでいきましょうか。ハードコアにしちゃったんですけどね、大丈夫かな。まあ一応難しかったら後から難易度は変えれるんだよね、まあ、なんとかなるでしょうということで。ちなみにアフリカなんでね、ずっと走ってるとねもうさすがに暑くて倒れてしまいますね。まあスタミナ性ですね、走るのも。マップがあるんだ。まあ最初はチュートリアルなんでね、見ないといけませんね。マップを見ることができますね。こんな感じで非常に面白いですね、このマップシステムが。さあこれが本当にねいいですよね。ちゃんとなんか冒険してる感がありますからね。さあということでこの車を直せということですね。まあこんな感じで
ネジ1個締めるだけで直っちゃうっていうね、車がなかなかすごいんですけどね。はい、ということで携帯鳴りましたね。昔ながらの携帯です。はい、ということで、UFLL っていう勢力があって、こっちは APR っていう勢力ですね。この2大勢力にジャッカルが武器を供給してますね。まずはあの UFLL のあの小屋があるんですけどね、そいつらの門番を殺してこいと腕試しですね。僕がどんだけできるかっていう腕試しをされてますね。じゃあちょっとやっていきましょうかね。ちなみにオープンワールドですね、このゲームは。おお、早速ぶつかったな。オープンワールドで、50キロメートルだっけ50キロ平方メートルのマップの広さだったと思います。なのでまあまあそこそこでかいですね。まあ基本は車に乗りながら進むっていう感じですね。さあ、ということで着いたので降ります。さて、ここら辺ですね確か。ちょっと待ってくださいね。あのマップを見るときはちょっとね、ボタンが違いますね大抵あの PC ゲームのマップの見方は M キーを押すんですけどね、マップの M の頭文字の M を取って M キーを押してマップを見るんですけど、このゲームの場合は Go ですねなのでちょっとね、これがやりづらいですね。ただし変えられませんでしたね、オプションを見た感じ変えれなかったんで、まあ仕方ないですね。これでやっていきます。さて、ということで2人いるんです。いたね、1人まずいましたね。2人いますので普通にネタバレしちゃってますけどね、だいたい覚えてますね。でちなみに、G3 なんですけどね、使ってる武器は。最初の武器は命中精度はまあまあいいんですけどね、これがね威力が弱いんですよね。本当に威力が本当に弱いので、早めに違う武器を使っていくことをお勧めしますね僕は。いたねおバカ。はい、ということで倒せました。こんな感じで敵の武器も拾うことができますけど、まずは電話出ようか電話出ますか。ということで、こういう感じでセーフハウスっていうんですけど、セーフハウスなんですけど、隠れ家を解放していくっていうのもサブミッションでありますね。まあこんな感じで門番みたいなやつを倒すとね、この家で寝ることができます。まあつまり、まあ、寝ることができるので夜にしたりね、朝にしたりっていうのができますね。まあ、時間経過で夜になっていくので、あえて夜にするっていうね、寝て、そうすることで敵の目をね欺いたりすることもできるようになりますね。さあ、ちょっと寝ましょうかね。さあ、ということでこんな感じでセーブして続行していきましょうか。あれですね、敵を倒した時にまた電話かかってきたな。ということで、もう早速仕事もらいましたね。なんか倉庫に行けと言われましたまあ殺してこいということなんですけど、まあ、こんな感じで殺した敵から武器を拾うことも可能ですが、この拾った武器はかなりね、まあ見た感じ分かりますけどね、汚れてるし、あれですね、まあ命中精度も悪いです。非常に悪いのですぐ壊れてしまいますね。壊れるっていうのは爆発するんですね暴発してね、もう銃が撃てなくなってしまいます。でこういうちゃんとした主人公が持ってる武器も壊れてしまいますね、使ってるうちに消耗してしまって。
で銃がジャムり始めたりね、ジャムるっていうのは銃がね撃てなくなるんですけどちょっと弾薬が詰まって、そういう面白いねシステムがありますね。ファークライ3にはない、ファークライ4にもない面白いシステムがあります。まあそれがちょっとねあんまり一般受けしてないんですけどね、私は非常に面白いなという印象を持ってますね。なのでファークライ3でそれらのシステムがなくなったのがね非常に残念だったんですけどね。まあファークライはまた次回作も出るみたいなんでね、ファークライ4の後に。さあということでここら辺かな、もうちょっと先ですね。じゃあちょっと車降りてから行きましょうかね、もう近いからね。敵も車の音を聞いて走ってくるので、まああらかじめ置いときましょうか。さあということで、なんかここら辺になんかあるんか、あ、ありましたね。もうマリファナじゃなくてなんだっけモルヒネですね。さあということで行きましょう。でちなみにこのゲームね結構ね画面が暗いんで、編集ソフトの方で画面の明るさを調節しています。なのでデフォルトと違ってちょっと画面が薄っぺらい感じになっていますが、そこら辺はご了承ください。さてキャンプに着きましたね。このマップを出してる最中に右クリックすることで双眼鏡を使うことができるみたいですね。これでちょっと なんかこんな感じで機銃とかを、はい、ここに書いてますね、スナイパー、銃座、車両、メディキット、弾薬箱を発見できるってなってますね。こういう感じで写真を撮っておくとマップに追加されますね。はい、ということでもうこれね一人でなんか行けって言われましたね。なんかレンガの建物の中に人質がいるからそいつを解放してくれと言われました。この見てください、この人数を敵の人数を見たらもうこれはね死んでこいって言われてるのと同じですね。さあということで、全くひどいことするなまあいいか、一人でやっていきましょうかね、まあ、もちろん応援なんて来ませんからねこのゲーム使い捨てですからね。やっていきます、やりましょう。いつ始めてても同じですからね。ちなみにステレスプレイもできますね。ステレスだっけ、言い方合ってるかな。まあ、メタルギアソリッドみたいに隠れながら敵を殺していくっていう方法も取れますね。まあそういう時は何でしたっけ、サプレッサーが必要ですね。まだサプレッサーはないのでそういうプレイはできませんが、ちなみにナイフとかもあるんですけどね、それらはね非常に威力が弱いので使い物になりませんね。多分ナイフで殺す、あ、やばい、弾薬がないな、まずいなこれ。ちょっと武器を変えますか、ショットガンか。弾薬がなくなった、ひどいですね。あんな少ない弾薬でどうやって戦えと。痛い痛い痛い、ここに弾薬箱あるじゃん。おお、やばい爆発したわ、マジか。まあこういう感じで弾薬箱もね爆発してしまいますね。いやー非常に厳しいですね62発しかないからね。まあ頑張ってやっていきましょう。リアルライフだったらね今ので人生終了だからね。いやー本当ゲームっていいですよね、何回もやり直せますからリアルだったらもうあれでもうね終わりですからね、さよならみたいな感じになるからねいやーゲームっていうのは素晴らしいですね。
さてということで、戦闘始まって3秒ぐらいで死にましたからね。さ、ということですね。まあもちろん敵に見つかりたくなければ小道とかを、こういうね草がたくさん生えてる場所を通れば見つかりづらくなりますね。さてマップを見てやれと。さてということで、今しゃがんでますね。このしゃがみながら歩く感じがなかなかかっこいいでしょこれ。これが結構好きなんですよね。あと歩幅はできませんね。歩幅プレイはできないので。お、いたな、近っ、めっちゃ近かったわ。こんな感じでまだ生きてるんですよね。強っ、危ない危ない危ない、ちょっと危ないな今の。弾薬箱が爆破したらかなり痛いですね。よいしょ、ということでちょっとやっていきましょうかね。私の画面がねかなり暗かったんで、ディスプレイの設定を結構 50% くらい輝度を上げました。明るくなったね。うわ、見やす。まあ YouTube の方はわからないですけど、見てる人はわからないんですけど、私の画面の方で明るくしました。普段ねいつも目が痛くなるんで輝度はね 1% にしてますね。めちゃめちゃ暗い設定でやってるんでね、こういう暗い感じのゲームやると分かりづらいんですよね。 OK ということで大丈夫ですよ。私あれなんですよ、もうね輝度 54% ぐらいにしたんで。うわー、めっちゃ見えるようになった。なんか目が良くなった感じがするな。いやーでもハードコア難しいな。思ってた以上に難しい。だってこんなとこでさ2回も死んだことないもん私ね、初めてやった時は。さあということで弾薬箱爆発しましたね。こんな感じで爆発すると弾薬がめちゃ飛び散ってね、なかなかリアルなですね。それで敵も死にます。どこだ、わからんな場所が。あー、そこにいるんか。全然見えなかったわさっきまで。でも大丈夫だぜ僕は。輝度を高くしたからねもう全然見える。あれ爆発したら OK、 爆発しましたね、ナイス。あと14発しかない。いた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 、あそこにいたね。敵もね動き回るんですよね、なかなか賢くて。オッケー、倒せた。あとはハンドガンでやるか。ふう、ちょっとリロードしまーす。あと何か持ってたっけ。あー火炎放射器か。あんまり使えないんですよねこれ。火炎放射器するとね面白いんですね。それもちょっと見せていきたいんですけど、大丈夫かな。怖いなこれ。非常に怖いですね。お、大丈夫そうだね。さてさて、豚の肉がすごいね、汚ねえな。冷蔵庫もなしにこんなとこに放置してたら絶対やばいことになるよね。さあすごいな、なんだこれ。どこに行けばよかったんだっけ。確かここら辺だよね。はい、ここだーって言ってますね。やばいやばい、ここでマリファナじゃなくてマラリア。マラリアにかかってます。助けてください。さあということで薬もらいましたね。この人がバディになります。バディになると死んだ時に助けに来てくれますね。なのでまあ一度死んでもやり直せるという。なかなかいいですね。ちなみにバディはもう一人つきます。でハードコアなんでね裏切る可能性がありますね。
そこら辺がちょっと怖いんですけど、まあセーブしときましょうか。はい、ということで今回はこの辺りで終わりたいと思います。それではまた会いましょう。さようなら。